はい、こんにちは、木山拓です、今日はね、茶碗の碗の字を、いつもね、この石辺に、これ石辺の文をね、いつも書いてたんですけど、いろいろ見ていくうちにいろんな碗があってですね、どう違うのかなっていうのがちょっとあんまり知らなかったんで、いろいろ調べてみました。まあ、ネットで書いてるんでね、まあ、興味がある人はね、調べてみてください。はい。で、まあ、それ解説していくんですけど、これ何が違うかっていうのをやっていきます。まあ、これがね、現在、常用漢字になってるんで、一般的にこの碗で書くことが多いです。石辺のね。でも、この石辺の碗は、本当は時期の蓋付きの分、時期の蓋付きになると、この碗を使うらしいです。で、蓋つ付いてないバージョンから飯碗だったり抹茶碗、特に抹茶碗でしょうけど、この碗を使います。だから結構箱書きとかねされる方は、この石、なんとか辺、石辺、土辺、木辺がない碗を使われることが多いです。はい。で、これ土辺に、これは素焼きの蓋付きに使われるようですね。まあ、焼き締めとかそういうのもこの碗に当たるんですかね。ちょっとその辺は分かんないですけど、すいません。はい。で、この木辺の碗、異変の碗はこういう漆の碗ですね。そういうのは こっち使います。はい。で、まだ他に碗の字がありますね。これ多分昔の碗の字なんでしょうけど、石辺に官僚の官で碗、土辺に官僚の官で碗。で、結構、こっちは、主に政治で使われてたらしいです。で、こっちは、天目に使われてたようですね。で、自分が iPhone で検索して碗で調べたら、この石辺の官僚の官は出てこなかったですね。なんでパソコンでも出るかちょっとわからないですけど、キャプションとか作るときにこの碗だったら、ちょっと、作りにくいかもしれないですね。で、伝統工芸展、今見てきましたけど、この碗を使われてる方、この碗を使われてる、この碗を使われてる方ね、この碗もいました。いろんな碗を使われてましたけど、まあそれは、自分が表現したい、字を使ってもらえばと思います。まあ、不正解っていうことはないんでしょうけど、はい。で、漢字に関してですけど、政治とかの字、これが、結構使い分ける人が多いですね。この次に瓦みたいなやつ、この字は、陶器に、この字は石辺の、これは磁器に使われてる方が多いですね。まあ、岡部峰男とかがね、こうやって使い分けてたんで、まあ、それが主流になったのかなっていう気がしますけど、はい。まあ、漢字に関しては以上です。で、ただいま、令和5年2月1日から、今日2日なんですけど、1日から6日までに、今伝統工芸展やってます。福岡の岩田屋三越でですね、9階でやってますけど、まあそれに入ってないですけど、4階のねギャラリーに新生発掘コーナーっていう
ところで、自分出させてもらってます。で、これ書いてある茶碗があると思うんで、はい。福岡お近くの方はよかったらぜひいらしてください。ありがとうございます。9階から4階にギャラリーが変わったんで、間違いないようによろしくお願いします。はい、では。